です。じゃん。はい、ということで今回は牡蠣食べ放題、イエーイ。はい、今日はですね、牡蠣食べ放題でございます。前回ね、うなぎ食べ放題に行って2週連続でちょっと食べ放題が続いておるんですけども、今日はね、みんな大好き牡蠣、まあでも苦手な人もいるか結構でね、結構前から SNS で牡蠣食べ放題、牡蠣0円とかね、そういうお店流行ってたと思うんだけども、今日行くお店はね、牡蠣以外にもなんか、待って、風でさっきから大丈夫そう、これずっとこれでやってた、大丈夫そう。今日行くお店はですね、牡蠣以外にもフード、ドリンク、その他のね、料理も食べ放題ということで、でもってね、コスパがめちゃめちゃいいとのことなので、今日は早速行ってみたいと思います。ではでは、スタート。はい、今日来たのはですね、赤坂見附という場所でして、私もね、ちょっと初めましての土地なんだけども、とにかくなんかおしゃれというか、なんと言いますか、そんな感じでございまして、徒歩2分です。お店はじゃじゃーん、到着、こちらでございます。大衆酒場かきるさんです。これね、見て、食べ放題じゃなくてもさ、牡蠣が300円からあるっていうお話なのよ。でもさ、まあどうなんだいっていう感じがあるじゃん。で、地下ですね。すっごい音楽聞こえるんだけど、マイク大丈夫かな。サワー割り剤、蛇口飲み放題っていうのがありますね。早速行ってみたいと思います。ちょっとドキドキだな、この音楽の量が。ちょっとさ、まず店内はすごいネオンなのよ。すごい、見て。はい、ちょっとね、無事店内入りまして、じゃん、まずこれよ、生牡蠣300円。いや、安いよね、これ。牡蠣300円って。でもって他のメニューもね、こんな感じで、牡蠣バター炒め、グラタン、牡蠣フライ。で、ハムカツ、チキン南蛮、エビマヨ食べたい。でね、この辺でずらずらずらーってあって、締め系もありますね。で、鶏レバー刺し。これはね、こんな感じでですね、牡蠣ゾーンです。牡蠣の種類多いね。こっちが真牡蠣ですね。丸えも、先方し、釜石、もう全然聞いたことがない牡蠣のお名前たちで、ほんでもって岩牡蠣、通称海のチーズ、こっちがミルクでこっちが海のチーズ、ほんでね、本日のおすすめはこんな感じですね。そんでね、ここね、話題の蛇口焼酎ができるんですよ。こんな感じで席に蛇口がついておりましてね、あっちのね、カウンターにもね、ついてるのよ、蛇口で。もちろんね、蛇口使わない人はこっちの単品メニューもありますよと。そしてね、私がね、オープニングで言ってた食べ飲み放題っていうやつがこれらしくてね、30分1980円、ちょっとね、食べログで見たコース載せときます、右側に。で、そのコースは30分間自動延長になるから、自分で10分前に声かけるらしい。でさ、これやばいのが、30分1980円で、これさ、さっき の蛇口飲み放題プラスここのフード全部食べ放題らしいの。え、すごくない？めっちゃお得じゃない？今回はね、30分1980円の方で、それを1時間やろうかなって感じで。はい、そしてまずですね、この飲み放題のジョッキと氷がやってまいりました。じゃーん。でね、ここの割り材から好きなのを選んで持っていくという。レモンを取ってきまして、ちょっとまずこれね、氷を入れるみたいなね。牡蠣も食べ放題ゆえに、蛇口もさ、飲み放題だから、忙しいです。情報型、今日は情報型チャンネルでやらせてもらいます。いざ。よいしょ。はい、では乾杯。若いお兄さんとさ、お、京丹さん、うまい。おー、すごい。牡蠣たち来ました。うまそう、チュルチュルなんだが。はい、てなわけで、もうね、まずは大主役、大メイン、牡蠣8種盛りですね。
ごいめちゃめちゃチュルチュルなんですけど、ちょっとやばくない？でね、こうやって種類も全然違くて、早速いただきたいと思います。上から攻めます。北海道、しようかな。お次は北海道行ったでしょ。あ、北海道もう一丁あんじゃん。北海道もう一丁行きます。あ、北海道3つあるわ。よいしょ、よいしょ、行きます。うん、北海道仙宝市、うん、うん、お、仙宝市ちょっと違った顔を見せてきた。うん、表現はできないんだけどもちょっと違うわ。うまっ。うーん、うまっ。ポン酢もいいね。おかつうまいよ。ちょっとさ、一旦さ、生牡蠣一気に食べれないから違うフード頼みます。あとのお楽しみというかさ、もうさ、食べ放題の牡蠣こんなにレベル高いのと思った。マジか。ちょっとね、他の料理も楽しみだわ。ありがとうございます。すごそう。ちょっとちょっとちょっと来ましたよ。え、やばくない？待って、早く見せたい。はい、じゃじゃーん。まずはですね、これ柿グラタンですね。丸ごと柿グラタン、これでね、980円なのよ。それがもうね、食べ放題だから関係ないっていう。ほんでもって柿フライですね。ちょっとちょっとお皿豪華すぎない？大好きなエビマヨも頼んじゃいました。最高。 1,2,3,4,5 粒、ありがとうございます。これもね、750円だからね。なんかさ、一品一品がしっかりおしゃれという状況です。うまそう。おお、そういうことか。もう牡蠣の上になんかグラタンみたいな感じになってる。チーズ的にも最高だね、これ。味変に最高でございます、これ。下にさ、緑、野菜もあるから。うまそう。なんかもう全部うまそうなんだけど。美味しいです。1ピースから頼めるのいいね。ありがたいね。大粒だわ、本当に。めっちゃ大粒。次、エビマヨいっちゃいます。私、エビマヨは結構うるさい女で有名ですから、巷で。エビマヨもうまそうよ。なんかカリカリしたやつが上に乗ってるわ。いただきます。はい、はい、かしこまりました。うん、うん、うん、結構ね、衣がしっかり系ですね。で、ちょっとピリ辛、ピリ辛でございます。美味しい。やっぱさ、食べ放題だけどさ、この料理一品一品のさ、下にさ、緑があったり、こう札がしっかりあったり、レモンとかこういう小物があったり、しっかりしててさ、めちゃめちゃいいですね。メニューに書いてある元々の値段より、じゃあ値段の高いやつから攻めていこうみたいな感じになっちゃいますよね。高いやつを食べてやろうみたいな。ちょっとさ、逆に皆さんだったらさ、食べ飲み放題、じゃあ食べ放題だったらさ、何頼む？結構ね、今日はね、食べるスピード早めに行かせてもらいます。アヒージョもいいな。皆様、
お友達に会いました。マジで偶然、本当にびっくりやけど、奇跡。びっくりすぎる。ねえ、もうさ、本当に今醤油かけようって言ったよね、私。またポン酢かけたんですけど。最後のエビマヨ。はい、そんでもって締めはですね、焼きウニギリにしました。ウニピント、ウニのピント、ウニが乗っておりますね。こんがり焼けて、海苔が5枚おります。いただきます。おいしそう。私、焼きおにぎりに最近目覚めてるんだよな。ウニが練り込まれてるのか。ん、なんだろう、これわからない。なんか海苔が結構固めですね、これ。海苔が固めです。海苔うまい。何人もとシェアできるようにこうやって分かれてんだ、海苔。え、親切すぎ。醤油だ、醤油です、これは。皆様、あ、やばいやばい、そうだろ。なんか他にもね、締めで気になったのがあるんですよ。小さなイクラのウニ明太焼きそば、担々麺みたいなやつ。でもさ、ここ多分全体的に一品料理が多いから、これは胃が本当にはち切れるんではないかと恐怖になってしまって、おにぎりにしました。とてもいい感じにウニを残させていただきまして、ありがとうございます。あとはね、これをゆっくり飲みながら、もうね、あのフードのラストオーダーは終わったので、ゆっくり飲みながら帰りたいと思います。ごちそうでした。ねえ、見て、ここさ、あの来る時に通って気になったお店なんだけどさ、寿司、なんていう名前なんだろう。ねえ、これ見て、じゃん、寿司かけるハイボール、ハイボール専用卓上サーバーで飲み放題。え、安くない？60分550円、すごっ。あ、板前寿司さんって名前か。いいの。皆さん行ったことある人、もしくはこの店知ってる人いますか？ではでは。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。生牡蠣はそんなに大量には食べれません。次回はですね、孤独のグルメの聖地巡礼でございます。ではでは、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。バイバイ。